日殺オレンジ鉄道、日殺オレンジ鉄道株式会社、日殺オレンジ鉄道は、九州新幹線新八代鹿児島中央間の開業に伴い、九州旅客鉄道 JR 九州から経営移管された元の鹿児島本線、八代川内間、日殺オレンジ鉄道線の運営を行っている、熊本県や鹿児島県などの沿線自治体及び、 日本貨物鉄道 JR 貨物が出資する第三セクター方式の鉄道会社である。本社は熊本県八代市萩原町一丁目一番に一号にある。新幹線開業に伴う経営分離で発足した第三セクター鉄道会社では唯一主たる営業エリアが複数の県にまたがっている他の地域では 県単位で会社が設立されており、県境付近の国一部を除いて、複数の県にまたがって運営している会社はない。JR 以外の鉄道としては、路線延長が九州で最も長い。2006年4月21日の北海道地北、高原鉄道ふるさと銀河線廃止から、2010年12月4日の青い森鉄道線全線開通。 JR 東日本からの経営間までは日本最長の第三セクター鉄道路線であった。開業時から九州新幹線接続と沿線の高校への利便性のために自社線内以外に JR 鹿児島本線新八代駅、八代駅間と川内駅熊野城駅間に乗り入れ運転している。2008年のダイヤ改正から土曜日、日曜日などの休日のみ。 出水駅から熊本駅を結ぶ快速列車スーパーオレンジと鹿児島中央駅を結ぶ快速列車オーシャンライナー薩摩が新設され県庁所在地駅の熊本駅と鹿児島中央駅に乗り入れることになった。さらに観光客や沿線地元客誘致の強化のために二0 1三年三月二十四日から新八代駅川内駅間で観光列車オレンジ食堂 同年8月8日からは、出水駅や八代駅、または出水駅川内駅間で、オレンジカフェの運行を開始し、オレンジ食堂は金曜日、土曜日、日曜日、祝祭日などを中心に、オレンジカフェは貸し切り専用として運行されている。2015年3月14日のダイヤ改正では、土休祝日に平均速度時速3 5トルで走行する UU トレインや、 平日に車両、乗務員をレンタルして自由に列車を走らせるドリームトレイン列車レンタルの運行をさらに7月21日からは参加者が実際にダイヤ作成の講習を受けてダイヤを作成して列車を走らせるマイトレイン鉄道教室の販売や運行を開始した。なお、UU トレインは2017年3月4日のダイヤ改正で全て運行休止となっている。 2004年3月に JR 九州から経営分離され、第3セクター方式の鉄道として再出発した日殺オレンジ鉄道だが、八大川内間は開業前の国鉄、JR 時代から営業距離が長い割に、沿線人口が少ない地域学園線道路も発達していたため、特急列車が運行が、 メインの路線で普通列車は区間によって1から3時間に1本程度と、少なく、水俣川内間に至っては普通列車は、朝7時台から昼過ぎまで5時間近くも転していなかった時期もあり、また、区間列車の水俣、出水などでの接続が悪い、終列車も早いなど利便性が非常に悪かった。そのため、開業時に列車の運行本数を大きく増発して、 中列車を送りした、区間列車同士の接続を取るようにして、沿線の利便性を高めているが、開業14年目の2018年現在も、依然として、経営は厳しい状況である。開業当初の計画では、初代社長の島津忠道の人頭式のもで、初期投資費用や人件費を極力抑えるために、JR 九州時代の線路や施設をなるべくそのまま使い、社員も、 自社社員を必要最小限にとどめて、JR 九州の出向社員や特定、非営利活動法人、NPO 法人等の起用を中心とした徹底した節約と現状維持の運営方式で2013年度中に黒字決算にする予定だった。しかし、開業2年目の2005年度決算で大幅な赤字に転落して早々に経営安定基金の切り崩しを行うなど、 早くも経営危機を迎えている。さらに、沿線産業の空洞化、少子高齢化による沿線人口の減少、自動車の普及や国道3号線、南九州にしまわり、自動車道避難部インターチェンジや北インターチェンジ、間の部分開通など高速道路の整備が進み、2004年の開業時には年間188万人、 収入額5億2300万円だった利用者数が、6年後の2010年には37万人減の年間151万人、収入額3億9200万円にまで落ち込んでしまい、収入全体も8億円に対して、支出額は10億円と2億円もの赤字を抱えて、経営悪化につながっている。2010年の収入の内訳は、定期が78.8%、 定期外が21.2%で、通学客が約7割、観光客が2割を占めており、沿線住民の利用客はわずか1割程度と、通学客や観光客に依存せざるを得ない状況になっている。2009年7月には2代目社長に古木圭介が就任。2011年10月には、本社内に営業部を新設して、鉄道利用客以外の収入として、 イベント開催の強化、沿線の豊富な観光資源を有効活用するための台湾や韓などアジア地域を中心とした外国人向けの国内旅行、九州西海岸ウエストコーストツアーの宣伝と実施、携帯電話専用アプリのコロニーな生活プラス、コロプラやオレンジ鉄道で行こ、への参入、鉄道ファンへの鉄道関連グッズの販売強化、メディアへのプレスリリースの活用、 銀河鉄道39や、熊門、グリブーなどといった数々のラッピング列車、観光列車オレンジ食堂の運行などの地元、誘致活動を頻繁に行って、積極的な経営に乗り出しており、2011年度決算からは、これらの鉄道利用客外収入が、一般利用客の収入よりも上回って、開業以来悪かたどっていた業績は徐々にだが、持ち直し始めている。また、 こうした地道な経営努力の結果、2011年度決算には、開業7年目にして、初めて純利益が1億5700万円の黒字を計上し、オレンジ食堂についても2013年4月と5月の運輸収入は1200万円と公表で、1年間で1万4000人が乗車した。 さらにオレンジ食堂の導入で2013年度の輸送人員が139万人と6年ぶりに増加に転じ、売上高も過去最高となる14億6600万円に達した。このため定期外収入が前年比で22.8から38%に増加した。しかし2011年の黒字決算は国の援助強化や JR 貨物からの鮮度使用量の 大幅増額によるのが大きく、慢性的な赤字体質から完全に抜けたものとは言えない。2013年6月27日の株主総会において2012年度決算を発表したが、運行支援補助金の減額や人件費、設備投資費などへの投資が影響して、前年の黒字から一転して1億8600万円の赤字に転落したことを明らかにした。 また、2014年度には、鹿児島県が設置した、経営安定基金が底をつくのが確実になるなど、問題も多く、開業の2004年度から2013年末までの10年間で、輸送人員は26.1%、運賃収入も18.1%の減少となって、損失額が累計12億5200万円に達し、さらに車両や施設の老朽化による、 大掛かりな補修費用が必要になったことなども加わり、今後2013年度から2022年度までの10年間で、収支見込みで33億円の資金不足が見込まれている。株主総会において、同年9月末限りで小牧が社長を退任し、10月より3代目、社長に沿線の鹿児島県泉市出身で JX 飛行。 日赤石油基地の代表取締役社長であった、淵脇鉄郎が内定したことや、7月から観光列車、オレンジ食堂の他に貸切専用列車、オレンジカフェの運行を開始する予定で、運輸収入の増加を図る予定であることが公式発表された。その後、8月8日からオレンジカフェの運行を開始したほか、9月30日の臨時株主総会において、 淵脇き哲郎の社長就任が決定。同日付で小僕が退任し、10月1日より、淵脇きが3代目社長に就任した。10月1日、乗務員の制服が、紺色の新制服に変更された。新制服はオレンジ食堂のデザインを手掛けた、三藤家英治がデザインを担当しており、3月24日から、しばらくはオレンジ食堂限定で着用してい,いが、この日より、 開業時より使用されていたグレー駅長の制服から新制服に完全統一され、名札もフルネームのものに変更された。5月3日、前年10月から改装工事をしていた三島開江寺デザインのアクネ駅の駅舎が完成し、リニューアルオープンし、新たに賑にわい交流館アクネ駅の愛称が付けられた。駅舎内にはオープンテラスカフェやレストラン、土産物や、 イベントスペースなどが設置され、新たな観光客の交流拠点として注目されている。6月19日、熊本、鹿児島の両県が、今後10年間で27億円の追加支援を行うことを表明した。内訳は、熊本県が13億円、鹿児島県が14億円である。これにより、廃線の危機は免れたが、両県ともすでに鉄道存続のために、 多額の融資、支援を行っているため今後の支援に消極的になりつつある。また、熊本県側が県と沿線自治体のみの一般会計から全13億円を捻出するのに対し、鹿児島県側は4億円が県と沿線自治体の一般会計から、残りの10億円は県内市町村全体の共有財産から捻出するめ、道路線が通らない。 沿線自治体外からの反発が大きい上に、鹿児島市議会も支援に難色を示し、鹿児島県が市議会や沿線外の自治体を説得して7月24日にようやく支援の承認をもらうなど、鹿児島県側追加支援の正式決定までに時間を要している。さらに、鹿児島県側が沿線自治体外の財産から支援するため、 財産負担を減らす目的で運賃値上げを必要と考えていると表明しているのに対し、熊本県側は今後も県と沿線自治体以外からの支援要請の予定はない。運賃を値上げすれば、さらに乗客減に歯止めがかからなくなるため、徹底合理化による資金の節制を行って、運賃を現状維持の間にするのが一番重要なことだと思うと、運賃値上げに、 反対の意向を示すなど、両県の鉄道に対する温度差が大きく、日殺オレンジ鉄道にとって、鉄道存続のために、両県の温度差を、いかに解決していくか大きな課題になっている。11月、老朽化していた水俣駅の、駅舎リニューアル改装工事に着手した。駅舎のデザインはオレンジ食堂やアクネ駅のデザインを、手掛けた工業デザイナーの三戸岡英二が引き続き、 担当している。工事費用は総額1億1400万円で全額環境省と水俣市の補助金が利用されている。1月、JR 九州の豪華観光信頼列車、7つ母子院九州の乗り入れが検討されていることが明らかになった。3月14日のダイヤ改正では、八代泉間、泉川内間を平均速度時速 35km で、 片道2時間から2時間30分をかけてゆっくり走行する悠々トレイン利用客が車両や乗務員をレンタルして自由に列車の運行区間や時間を設定できるドリームトレイン列車レンタルの運行を開始した。さらに3月29日には開業11年を迎えたことへの感謝として沿線7市長や自治体と共産の下で 終日一乗車300円以上の区間であれば、大人300円、子供100円の均一運賃、300円未満の区間は、所定運賃で乗車可能なオレンジ鉄道感謝デーを開催した。当日は、にぎわい交流館内のレストランメニューも割引になり、加えて、佐敷駅近くの足北町民総合センターで、NHK の土地マン、つなぎ駅、 川内駅付近などでもイベントが開催された。感謝デーは今後も沿線七市町にあやかり、2015年度は7回が開催される。4月29日、前年11月から駅舎の改装工事を行っていた水俣駅がリニューアルオープンした。リニューアルオープンに伴い駅舎に旬彩りカフェ水俣屋がオープンし、新たな観光拠点として注目されている。 6月23日、乗り入れが検討されていた7つ母子院九州の試運転のため牽引用の機関車 DF200 型が短期で視察オレンジ鉄道に初めて入線し、数日間かけて八代彦五二三間で運転士の運転修熟の目の試運転が実施された。その後、6月27日に7つ母子院九州が鹿児島中央から博多まで機関車1両。 客車7両のフル編成で試運転を行い、その際に必殺オレンジ鉄道にも、川内から8台に向け初めて乗り入れ、試運転が実施された。しかし高額な車両回収費用などがかさみ、6月29日の株主総会での2014年、平成26年度決算報告では、経常損益が5億円の赤字。 純損失も初めて2億を突破した2億1269万円に達し、開業以来過去最悪の赤字となった。また3年連続で赤字決算になり、累積赤字が14億6512万円になったことも報告された。さらに8月24日深夜から翌25日早朝にかけて鹿児島県から熊本県にわたって陸した台風15号の影響で、全線で 倒木や土砂崩れ、河川切断による停電など数十箇所にわたって、開業以来最悪の甚大な被害を受け、8月25日始発列車から8月29日夜21時頃まで、長時間の運休を予義区された。約5日間程度で復旧したが、復旧費用等で多大な損害を出している。9月10日、2016年4月より、JR 九州の豪華観光寝台列車、 クルーズトレイン、7つ母子院九州の乗り入れ開始が正式決定し、当社や沿線にとって明るいニュースとなった。現在は、飛殺線を経由するルートをオレンジ鉄道経由に変更するというもので、九州全体を回る3泊4日コースに組み込まれる。夕方に、川内駅を出発し、薩摩高城駅や水俣駅など主要駅に停車して、見案内を行ったり夕食を取り、 八代駅に到着するダイヤが予定されている。1月24日の大雪では、前線にわたって、積雪10から20センチ以上の記録的な豪雪となり、翌日25日の午前10時頃まで全線、運休となった。3月26日のダイヤ改正で、悠々トレインの出水川内間の運行を休止した。また、 4月7日から川内から8台までの片道のみ、7つ母子院九州の乗り入れを開始した。運行開始日の初日は、多数の地元住民や鉄道ファンに歓迎されたほか、薩摩高城駅、水俣駅、八代駅などで歓迎記念イベントが開催され、日後高田八代間の熊川鉄橋では歓迎の花火が約2分間打ち上げられた。 7つ母子院九州は毎週木曜日の夕方から夜間にかけて運行される。4月14日21時26分頃と16日1時25分頃に断続的に発生した熊本地震とそれに伴う余震の影響で14日は地震発生以降運休となった。15日は始発列車から日後高田川内、熊野城間で運転再開、夕方に 八代日後高田間の点検を終えて、全線での運転を再開したが、16日の本震とされる地震発生により、翌16日の始発列車から八大日後高田間が、普通となり18日夕方の全線、運転再開まで再び越えたかだか熊野城間の折り返し運転を余儀なくされた。全線運転再開後も一部列車が運休となった、ほか、21日午後に、 鹿児島本線が運転再開するまでは、八代から新八代間は運休となり、新八代行きもすべて八代行きとして運行された。JR 線熊本方面へ直通の快速列車スーパーオレンジ号は23日、オレンジ食堂は24日の日中から運転を再開した。地震発生当日は木曜日の夜間であったため、日後二見駅に運転停車をしていた七つ母子院。 九州や仙内の貨物列車が翌日夕方の全線運転再開まで長時間取り残された。また、16日の地震発生では深夜だったことから八大駅に夜間退泊している車両を1両が18日の運転再開まで長時間取り残される事態となった。全通後は27日に九州新幹線の熊本から新水俣間が 開通するまでは新港股に運転停車する朝の快速スーパーオレンジ2号、熊本行きのみ、客扱い、臨時停車を行ったほか、全線で新幹線の振り替映像を行った。なお、震災により、長期間運休していた7つ母子院九州は、当線では5月13日金曜日より、暫定ダイヤで運行を再開した。12月20日。 2013年から三代目社長として就任していた淵脇哲郎社長が体調不良のため12月26日付で任期を6ヶ月ほど残して急遽辞任することが発表された。12月26日に八代市内で臨時株主総会が開かれ、公認は熊本県庁の田島徹副知事が2017年6月までの任期で暫定的に社長に就任した。 3月4日にダイヤ改正を実施。列車番号が大きく改版され、悠々トレイン、八代出水とオレンジ食堂の第四便、オレンジバーが廃止されたが、列車の本数や運転時刻などは、改正前とほぼ同じであった。3月12日、日殺オレンジ鉄道の開業日、2004年3月13日を記念した沿線住民と鉄道ファン向けイベント。 オレンジ鉄道バースデーフェスタ2017が、水俣駅構内と水俣駅前触れ合い間で、大々的にも用された。このイベントでは、保守基地で、軌動モーターカーの運転実演やレール祭壇、実演賞、使用中止中の3番線、旧山野線の線路を使用した、レールカーとスーパーカートの体験乗車、現役の若手運転士による、鉄道教室、オレンジの哲学や、 オリジナルグッズ、鉄道関連備品の販売が行われたほか、観光列車オレンジ食堂も、先着申し込み順の体験場社会、コーヒーとスイーツ機で500円を開催し、午前中は、水俣泉駅間、午後は、水俣駅差し駅間で、各一往復ずつ、臨時運行された。4月26日、八代市内で臨時株主総会が開催され、前年12月より、 暫定的に、社長職に就いていた熊本県副知事の田島、徹社長が辞任し、熊本県庁出身の井出田高安が4代目社長に、正式に選任され、翌27日より就任した。12月1日、日殺オレンジ鉄道とその沿線を舞台とした、映画、デイルウェイズシリーズの最新作、第3弾。 家族色レイルウェイズ私たちの出発の制作公開決定が公式にリリースされた。監督は吉田康弘、出演は有村霞、国村春、桜葉七海。2018年11月23日に熊本県と鹿児島県で先行公開され、それ以外の全国の都道府県でも2018年11月30日に公開された。 12月26日、2018年3月17日に、実施予定の春ダイヤ改正の内容が発表された。一般列車は、朝6時台に、八代発西泉行きの下り列車1本を増発するほか、混雑列車の増結や JR 線との接続の改善などの矢の見直しを行い、オレンジ食堂も鹿児島県泉市出身で、フレンチの鉄人で知られるフランス料理人、 堺博之監修のメニューを取り入れるほか、ダイヤ見直しなどの変更が盛り込まれる予定。1月16日、映画、家族色レイルウェイズ私たちの出発の撮影が開始され、2月15日に終了するまで約1ヶ月間にわたって沿線で映画撮影が行われた。組織は主に本社部門と運輸部門に分かれており、本社の総務部は、 熊本県八代市営業部、運輸部の運転課、輸送指令室、研修課、公務課及び電気課は、鹿児島県泉市、公務課と電気課の出先機関は、熊本県足北郡足北町と鹿児島県阿久根市に所在している。視察オレンジ鉄道は、社員研修施設を持たず、運転手の公主内燃車運転免許取得のための教育や適性検査は、 JR 九州に委託している。大人旅客運賃、小に半額、10円未満切り上げ。2019年10月1日改定。JR 九州乗り入れ区間駅、新八代駅、熊野城駅からの乗車、もしくは乗り入れ区間での下車の場合は、上級運賃に JR 九州の運賃170円を加算する。乗車券は普通乗車券から割引乗車券。 団体乗車券、企画乗車券、オレンジ食堂指定席乗車券まで様々な乗車券を発売しており、主に自動券売機か友人駅の出発窓口で購入する。JR 線連絡乗車券や一部の企画乗車券は、JR 九州の自動券売機や駅窓口、緑の窓口、旅行センターでも購入可能である。逆に企画乗車券によっては、当社線で、 購入不可の乗車券もある。運転士はワクワク切符、オレンジ18フリー切符、青春18切符定時時に限るの発売を行っている。無人駅から乗車する場合は、車内で整理券を取り、下車駅で運賃を支払う方式である。現金の他にオレンジ鉄道が発行している、オレンジ券や薩摩仙台市が発行している、高齢者お出かけ支援助成券も、 乗車券購入や運賃に利用できる。ただし、回数券や定期券購入には使用できない。また、青春18切符やジャパンレールパスでの乗車も不可であるが、青春18切符については代わりに、オレンジ18フリー切符が発売されてる。範囲は以下の通りである。連絡乗車券の自社での発売はその区間の有人駅のみで行われる。 日殺オレンジ鉄道で購入できる規格乗車券。日殺オレンジ鉄道で購入できない規格乗車券。かつて発売されていた規格乗車券。接続する JR 鹿児島本線から貨物列車の直通運転があるため本線全区間で交流電化設備が維持されているが、車両は経費節減のため高価な交流電車を避けて、機動車を採用している。 ロゴマークの一般公募を行った際に、およそ900点の中から川西康行、現、株式会社一番線代表取締役の作品が選ばれ、その後、各種サイン類のほか、切符や定期券、名札、ポスター、駅名表、さらに焼酎のボトルに至るまで様々なデザインを担当した。当時初代社長を務めた島津忠道は後に、 越後ときめき鉄道の初代社長に就任しており、川西がそのトータルデザインを手掛けるきっかけともなった。なお、オレンジ食堂の運転開始以降、乗務員の制服や各駅のリニューアルにおいて、JR 九州などのデザインで知られる、三浦栄治によるデザインが多数採用されている傾向にある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。